アンドレイ・チミルは、ロシア、ハバルフスク出身の元自転車競技選手。現在は、UCI プロチームチームカチューシャのゼネラルマネージャーを、務める。選手時代は、クラシックスペシャリストとしての実績を残した。生後間もなく、一家がウクライナに移住。自転車競技のスタートは、モルドバ共和国にあった、サイクリングスクール時代であった。1989年、 イタリアのアルファルムと契約を結んで、プロロード選手に転向。1991年ソ連邦崩壊後は、ウクライナ国籍を得たが、その後、モルドバ共和国籍を経て、生活の拠点としていた、ベルギーの国籍を取得した。1994年1997年、パリツール優勝1999年2002年、その後政治家に転身。2006年8月、 モルドバ共和国のスポーツ大臣に任命された。2009年よりチーム課注者のチームマネージャーに就任。現在、同チームのゼネラルマネージャーを務める。1993年には最強チームとして名高かったギガバイト、MG チームに在籍するが、マリオ・チポリーニを中心とする、イタリア勢とヨハン・ムセウを中心とする、ベルギー勢との圧力に悩まされた。カレイ ベルギー選手のアシストをすれば、イタリア勢から文句を言われ、イタリア戦のアシストに加われば、逆のことになるという状態だったという。この末に、モルドバは、ベルギーの植民地でも、イタリアの植民地でもないと非難のコメントを残し、自分をエース格として扱うロットチームへ移籍した。ありがとうございます。